ズマンのもりもりクッキング。今日の食材はズッキーニです。ズッキーニは見た目や形からキュウリの仲間と思われがちですが、かぼちゃの一種です。イタリア料理ではおなじみですが、実は出汁や醤油味にもよくあり、和風料理や中華料理に幅広く活躍します。ズッキーニは約 95% が水分です。主な栄養素としては体内の水分バランスを整える働きがあると言われるカリウム、老化の抑制に効果があると言われるビタミン E、 他にはビタミン C やビタミン K、 ベータカロテンなどを含みます。ズッキーニを求めて飛鳥村の吉川さんの畑にやってきました。よろしくお願いします。お願いします。吉川さんはなぜズッキーニを栽培しようと思ったんですか？昨年飛鳥村に帰ってきまして、そして耕作放棄地になっていたこの辺周辺を草刈り機時代から始めて、きれいにさせていただきました。その中の作付けの一品目としてズッキーニを栽培させていただいております。吉川さんは他にどのような野菜を作ってますか？きゅうり、なすび、トマト、スイカ、メロン、いろいろ作付けさせていただいております。その中でも飛鳥村が推奨しているつるむらさきに今力を入れさせていただいております。もう1ヘクタール以上作付けさせていただきました。収穫させてもらってもよろしいですか？どうぞ。ありがとうございます。どうやって収穫切りますか？このハサミでね、ちょっといつもこう切ってるんですけど、ここは実で、ここは根っこでしょう、はい、この根っこのとこの、この間のとこをこうしてね、ハサミでこっちから切って、ちょっとまた回してもろてね、切ってもらったらいいんですけど、ちょっと上の方で、はい、硬いね。よっしゃ、切れましたね。切れました。すごい、大きい。ツヤツヤしてる。すごい重い。そうですか。すごい重い。なんかスーパーで形と重さが全然違うんですよ。すごい茎が太いですね。すごい硬い。すごい、すごい大きい。すげえ。形が。ズッキーニを使って作る料理はズッキーニと鶏肉の煮物、くず仕立てです。材料は4人分で、ズッキーニ約 400g、 鶏もも肉 200g、 鶏の下味用として塩少々、生姜1/2かけ、酒大さじ1です。だし汁 1.5 カップ、酒大さじ1、みりん大さじ2、塩小さじ1/3、薄口醤油小さじ2、唐辛子1本、吉野本葛大さじ2、水大さじ3。トッピングとして三つ葉4本、みょうが1本、糸唐辛子少々です。まず下準備として、ズッキーニは縞模様になるように皮を剥きます。ところどころ皮を剥くことで味の含みが良くなります。皮を剥いたら1センチの厚さの輪切りにします。鶏肉は両面にフォークや包丁の先端で穴を開け、
3センチ角の大きさに切ります。塩、生姜汁、酒を揉み込み15分ぐらい置いておきます。下味をつけることで鶏の臭みを取り、また水分を含ませることで柔らかく煮上がります。ヨシの本くずは水で溶いておきます。トッピング材料の三つ葉は2から3センチの長さに切ります。みょうがは縦半分に切り、斜め千切りにしておきます。鍋に出汁、酒、みりん、塩、うつくし醤油、唐辛子とズッキーニを入れ、火にかけます。沸騰したら鶏肉を加え、アクが浮いてきたら取り除きます。煮汁に浸からない場合は落とし蓋をして、ズッキーニが柔らかくなるまで15分ぐらい煮込みます。味を確認し、最後に水で溶いた吉野本くずでとろみをつけます。吉野本くずを流し入れた後は必ず煮汁が透明になるまで火にかけます。器に盛り、三つ葉、みょうが、糸唐辛子を彩りよく添えれば出来上がりです。ズッキーニと鶏肉の煮物、くず仕立ての完成です。じゃあではいただきます。いただきます。鶏肉の旨味が出て美味しいですね。Masak pertama kali masak zucchini. Di Indonesia juga banyak zucchini. Tapi biasanya kan ditumis, enggak pernah direbus kayak gini. Terus dibarengin sama ayam juga rasanya enak banget pokoknya. ズッキーニってこんなにトロトロになるんですね。くずのとろみがすごくあって美味しいです。ズッキーニ取るのはどんな感じでした？そうですね、すごく茎が硬かったんで、そのハサミじゃなくて切ったんで、そんなに中も切れなかったです、そうなんですね。今回ご紹介したズッキーニと鶏肉の煮物くず仕立ては26日まで飛鳥さゆるり農家天玉堂テラスでご提供させていただきます。また20日に限りくずまんのもりもりクッキングを見たと言っていただいたお客様には吉野本くずを1割引きで販売させていただきます。もちろんズッキーニのレシピもプレゼントいたします。ただいま天玉堂ではお中元を受けたまわっております。夏のご挨拶に、大切な方へのギフトに、天玉堂では定番商品や夏に食べたい詰め合わせなど期間限定送料無料の商品を多数ご用意しております。お中元はぜひ天玉堂をご利用ください。7月1日新商品クデューが誕生しました。クデューは吉野本くずにヒアルロン酸、コラーゲンペプチド、ビタミン C を配合した女性の美しさを応援するくず湯です。毎日続けることでお肌の張りと潤いを実感していただけます。飲みやすいリンゴ味でいつでも美味しく飲めるくず湯、今だけお得な特別価格2週間分の14本入りを送料込みの4000円でご提供いたします。この機会にぜひお試しください。